はい、おはようございます。それではね、今から首都の鳥菱の方まで行きたいと思います。はい、じゃあね、今からタクシーでですね、長距離バス、乗り場まで行きたいと思います。はい、バトゥミからね、鳥菱に行くまでの方法として鉄道とバスがあるんですけどね、鉄道と安い方の多分バスが埋まってたので、多分比較的高めの、オムニバスで行きたいと思います。1人当たりね、40ラリですね。10時から16時半なので約6時間ちょっとの旅になります。はい、お手洗い行っておきます。課金制で1ラリですね、50円。はい、このオムニバスもね、僕らが取った時残り2席しかなかったんで、まあちょうど僕ら分ですね、かなり混んでます。はい、ここでね、一旦トイレ休憩します。はい、6時間半ほどバスに乗って、トリビシに到着しました。トルコはね、イスラム圏だったんですけど、こちらのジョージアはね、キリストっぽいですね。車でね、24分ぐらいのところまで、9.6 ラリで行きます。はい、宿にね、荷物を下ろしたんで、今からね、街に向かいたいと思います。ここは何だろう、人住んでんのかな、臭い。あ、人住んでんな、なるほど。ここはパン&ケーキ屋さんですね。エクレアっぽいのもありますね。これはちょっと特徴的ですね。パインになんか、クリームサンドやつとなんか巻いたやつ。これ美味しそうじゃん。ああ、本当だ。これはなかなか鳥菱では、違う、バトミでは見なかった。多分チーズ系だろう。なんか上に高菜っぽいのが乗ってるパンを、3.7 ラリで買ってみました。ちょっと買ってみます。はい、それではいただきます。うん、あ、うまい。これなんですけどね、高菜っぽい食感のやつとパクチーの風味、あとチーズと塩って感じですね。美味しいとは言いましたけど、まあぼっちぼっちって感じの、はい、やつです。はい、ちょっと鳥菱のスーパーやってね、ちょっと物価を見てみようと思います。冷凍品コーナーでは、まあ、ひっかり含めた包み系が、なんだこれ、フライかな、多いですね。食用油はですね、ひまわり油が基本的なようですね。基本的にひまわり油。建物は全体的に古くてね、なんかこんな感じでなんか使われてなさそうな、あれがありますね。結構見かけます。まあ、このような、ね、形のゴミ箱もね、見かけますね。分別はしなさそうです。
街のパン屋さんがありますね。そそられる。あ、そしてこれ生地ですね。でこれが多分釜ですね。ちょっとここでパンを買ってみましょうか。みんな裸で持って帰ってますね。はい、1.5 ラリで、このパンを買いました。マジの熱々ですね。うん、小麦の香ばしい匂いがしていい匂いします。食べてみます。重さ的にはね、2、300グラムぐらいありますね。結構重いです。じゃあいただきます。うん、あ、うまいな。クオリティ高い、うん、結構もちもち、なおかつちょっと弾力があって、うん、単純に柔らかいだけのパンじゃないですね、うん、で小麦の香ばしさもあって、うん、うまい、うまい。あとはね、ちょっとしょっぱさもありますね。うん、素晴らしい。ジョージアパンのクオリティ高いですね。もう入っていい、取らせてくれるみたいですね。おお、すごい。おお、すごいね。ディディマドロバ。まあ、おそらくここはね、旧市街と呼ばれる場所で、結構、まあ、荒れたというか古めの建物が多いですね。かなり雰囲気のいい公園がありますね。うん、綺麗。はい、今日はね、バスの隣に乗ってた人がね、教えてくれた、あ、このね、グルジア料理屋で飯食いたいと思います。はい、結構ね、雰囲気のいいレストランですね。結構人気らしく、人が待ってたので、20分ぐらい、僕たちも待ちました。カリなんですけど、1個あたりの料金ですね。1個あたり 1.5 から 1.7 ラリーですね、うん、はい、来ましたね。ヒンカリです。結構ね、デカめですね。普通のちっちゃい肉まんぐらいのサイズありますね。はい、これが午後ですね。まあ、最初のオーダーが午後らしいんで午後注文しました。あとはこちらもちょっと珍しい、まあ、焼きヒンカリですね、うん、こちらも食べてみたいと思います。はい、こんな感じです、まあ、サイズ感は本当こんな感じですね。ちょっと食べてみます。うん、めっちゃ肉汁が出てる、うん、うまい。まあ、シンプルにね、牛肉と玉ねぎと、まあ、塩コショウみたいな感じのね、うん、シンプルな味ですね。で、外側の皮はもっちりしてて、うん、美味しいです。はい、お次はね、この焼きヒンカリを食べてみようと思います。肉汁がすごいですね。じゃあいただきます。まあ、焼きヒンカリはちょっと香ばしさが、うん、追加されたヒンカリですね。どっちも美味しいんですけどね、個人的にはこっちのヒンカリの方が好きですね。まあ、どちらのヒンカリもそうなんですけどね、若干胡椒が強めですね。あとこのヒンカリなんですけどね、上のてっぺん部分はちょっと固め、のもちもち で、でこの外側の方はね、なんかワンダみたいな食感ですね。はい、大きめの通りに入ってきましたね。宿に到着しました。宿の中身はね、明日紹介します。はい、おはようございます。はい、こちらが今泊まってる1泊35ラリ1750円の宿ですね。はい、これ今泊まってるところですね。2人で1泊35ラリなので、かなり安いと思いますね。
ここが、まあ、バルコニーですね。結構開放的な景色で、うん、非常に風も通ってくるんでね、気持ちいいですね。で、こちらはキッチンですね。キッチン、はい、で、あと次トイレなんですけど、トイレがですね、トイレ兼お風呂ですね。まあ、若干汚いのかな、汚いんですけど、まあ、他の部屋とか、バルコニーは非常に、綺麗なのでね、これで一泊二人で35ラリ、1750円は安いと思います。はい、ホテルのね、ちょっと庭に生えてるちょっとこのブドウをちょっと一つつまませてもらいたいと思います。美味しいんですかね。はい、じゃあいただきます。あ、うまいな。巨峰ぐらいの、あ、これこんだけ自然に勝手になっててこれだけうまかったら、うん、いいですね。素晴らしい。はい、今ね、時刻午後5時です。これからですね、ちょっとバザール、市場にね、行ってみたいと思います。ローカル感あふれる。はい。サイズのろうそくが売られてますね。はい、市場付近にやってきましたね。結構店の出店ですね、個人の出店の数が多いです。ジョージアですね、やっぱ軽食店みたいなのは、まあ、基本的にパンで統一されてますね。うん、軽食食うならパン食うかみたいな感じのものしか今のところ見つけられてませんね。ここはなんか結構、まあ、プレッツェル的なドイツっぽいパンもありますね。ここはちょっと他の店では見ないような変わったパンが、うん、多いですね。ドーナツあるじゃん。ドーナツ。あとはこうよく見るような、なんだろうな、まあ、チーズとパンで焼きましたね。これもよく見るか。背景もよく見ますね。これもね、他の店で見るバンズと、あとこの 0.5 ラリのドーナツも買いました。はい、それでは 0.5 ラリ25円のちょっとね、ドーナツを食べてみようと思います。いただきます。うん、うまいわ。うん、うん、揚げた小麦粉に砂糖つけましたって感じの、うん、味ですね。美味しいです。はい、次このずっしり重いハンバーガーを食べてみようと思います。はい、でこのなんだろう、ハンバーグの中にはいろいろなんか混ざってますね。うん、香辛料っぽいものとかつぶつぶしたものとか、うん、いただきされています。はい、じゃあいただきます。うん、うん、
この肉の塊なんですけど、肉食べてるっていうよりもなんか練り物食ってるぐらいの感覚ですね。なんかいろいろ胡椒とか入った、うん、ここはパン屋とピザ屋がね立て続けに5軒ぐらい並んでますね。こっちの方にもなんか路上に出てるパン屋があります。やっぱパン屋、パン文化ですね。パンとチーズとっていう感じの。でまた菓子パンですかね。蜂がなんか埋まろうとしてますね。あ、ここも蜂が塔を摂取してますね。人間に奪われた塔を取り返そうとしてます。三日月パン、うん、面白い。なんか謎の板っぽいやつもねよく売られてますね。食べ物なんでしょうけど、いろんな種類の蜂蜜が売られてます。はい、ではねこちらのバザール、当初目指していたねこちらのバザールの中にね、入ってみたいと思います。これひまわりが売られてるのがかなり珍しいですね。謎の梅っぽいやつとか、どんぐりも売られてますね。もう6時近いんで若干終わりモードなんですけど、ちょっと入ってみましょう。今でしかないな。あの奥の方かな、なんかがあるの。ここは2階ですけど、まあ、まあ多分時間的に終わってますね。はい、密かに探していた魚がありますね。ほい、チョウザメがやっぱ売ってるのが、うん、特徴的というか面白いですね。キャビア、コイ売ってるのも面白いな。マスだけじゃなくて、事故物件っぽいところがありますね。日中っていうかもう夜近くなんで、うん、ほとんどやってないですね。すごいな。結構奥の方まで続いてますね。うん、面白いですね。
こう駅の中のなんだろうな、スーパーマーケットっぽいとこ来たんですけど、まあ、ジュエリーショップですね、ジュエリー売り場、こんな感じでね、ジュエリーが売られてます。なかなか見ない光景ですよね。やっぱりね、建物が本当にね、古いですね。この後の橋をとか見てもらうとやっぱ分かるんですけど、すごい。はい、ここのハイパーマーケットでね、ちょっと食材を見てみたいと思います。はい、特徴的なのがこのイクラですね。イクラとなんか黒く染められた、これまたイクラなのかな、がありますね。スーパーでも鯉が売られてるのが特徴的ですね。あとサバのなんか燻製っぽいやつ。ジョージアのスーパーで特徴的なのがこの多分そばの実かな、そばの実が、はい、結構売られてるんで面白いですね。特徴的。さっきのスーパー比較的富裕層が行くところでしょうね。はい、はい、いろいろ買ってから、23.17 ラリでしたね。はい、飯です。このハムっぽいやつと、まあ、魚のマリネですね、そして、まあ、トラウトの卵ですよね、これを、まあ、バゲットにのけて食べてみたいと思います。じゃあまずこれから食べてみます。はい、いいです。独特の、なんか魚臭さがありますね。魚市場って感じの味ですね。魚市場と塩味。はい、次はこの魚のマリネを食っています。いただきます。あ、これうまいわ。まあ、とりあえずマリネって感じの味ですね。うまい。次このチャーシューっぽいやつ食べてみます。はい、じゃあいただきます。ハムですね、チャーシューというより、普通に美味しいです。餌をねだってますね。はい、おはようございます。今日もね、昨日行ったバザールに来たと思います。今12時ぐらいですね。はい、バザール近くまで来ました。まあ、とりあえずね、ちょっと暑いしお腹が若干空いたので、このソフトクリームを買いたいと思います。かなり溶けかけのソフトクリームもらいました。はい、いいです。うまい。はい、昨日目星をつけていた、ここのパン屋で、パンを買っていきたいと思います。はい、非常にね、なんか地元の人たちが行ってそうな感じがすごいですね。はい、これとね、これとこれを注文してみました。はい、こちら 0.3 ラリのパンですね。茶色いパン、これ結構ね、カチ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 ですね。
とりあえず食べてみます。はい、とりあえず、スナックパンですね、ほんのり甘い、あと香ばしい匂いが、あ、ほんのり甘い、うまいですね。はい、お次はこの 1.4 ラリのパンですね、こんな感じ。とりあえず食べてみます。いただきます。まあ、ほぼ砂糖パンですね。中に砂糖が入ってます。パンの中に若干湿ってる部分があるんですけど、ここに砂糖が入ってますね、素朴な感じで美味しいです。お次はね、1ラリのドーナツ状のパンですね。食べてみます。いただきます。まあ、これもね、小麦粉の風味とほんのり甘いっていう感じのパンですね、甘さ控えめで美味しいです。ごまのね、風味も相まって、美味しいですね。はい、ここの果物屋さんでね、いろんな見たことない果物がたくさん売られたんで、一つかみずつ購入しました。はい、これだけ買って1ラリでしたね。はい、いろいろ5種類ぐらい買いましたね。じゃあこの謎のグミ飲みっぽいやつをちょっと食べてみます。いただきます。皮硬いな。あ、渋いわ。グミの実ですね。渋。次はこの黒っぽい実を食べてみます。チェリーかな。いただきます。プルンっぽいやつですね。プルンなのかな、わかんないけど、酸味のある、ほぼ 甘くなくて酸味のある味ですね。次はこのスモモっぽいというか梅っぽいやつを食べています。いただきます。これはうまいな。これこそなんかスモモっぽい感じの味ですね。で、次はこの実を食べてみます。はい、いただきます。リンゴみたいにシャキシャキしてますね。種もちょっとリンゴっぽいですね。でもほぼ味もなんかそんな感じですかね。そんな甘くもないんですけど、まあ、ほぼ甘、無味っぽい、無味に近い味ですね。最後はこれですね。これを食べてみます。はい、いただきます。これこそ相撲だな。うまい。はい、じゃあね、昨日閉まってた肉売り場に行ってみたいと思います。食堂っぽいのもあればね、そこで入ってみようと思います。はい、魚市場近くですね。昨日ね、やってなかった、肉売り場のところやってみたいと思います。すごい回ってる。ここは蜂蜜屋さんですね。まあ、結構閑散としてますね、日中に来ても。ガラガラやな。謎の燻製肉が売られてますね。まんまの豚が売られてます、ね、たまるわ。30-40kg ありそうなでかい犬が、馬犬ですね、いますね。たまるじょこ。
あとジョージアなんですけどね、こんな感じでね、チーズが路上で売られてることが多いですね。この燻製チーズは特徴的ですよね。これ何の粉だろう、謎。はい、ググったらね、結構良さそうな地元の食堂があったんでね、そこまでちょっと向かいたいと思います。あとジョージア歩いてて思うことなんですけどね、やっぱ食堂みたいなのが少ないですね。なんかパン屋ぐらいしかなんか食物売ってるところがないですね。気軽に入る食堂っぽいのやっぱ少ないです。はい、到着しました。 Google マップ見る限りではやってるはずなんですけど、やってなさそうですね。とりあえず、扉を開けるところまでやってみましょうか。開けごま。はい、ちょっとね、バスで別の飯屋に行きたいと思います。バトミって使ったこの交通系 IC は使えましたね。はい、結局食堂空いてなかったんでね、このスーパーでまたそれっぽいものを買って、帰りたいと思います。はい、ここでですね、ソーセージを、4種類1本ずつ頼んでいました。スーパーでね、この大玉スイカを借りました。あ、これでね、12.36 ラリーです。キロ当たりね、0.85 ラリーですね。はい、今日の飯です。じゃあまずこのソーセージ食ってみます。いただきます。うん、うまっ。特段変わり映えはない、変わり映えはないんですけど、うまいソーセージですね。はい、現在時刻はね、10時46分です。それではね、昨日空いてなかった食堂に行ってみたいと思います。今日も空いてなかったらね、ちょっと諦めます。ここはジョージアの駄菓子屋さんですね。トライしたい。あ、1個でも多分買えると思う。この値段は多分キロ当たりの表記でしょうね。はい、うすうす気づいてますけどやってないですね、多分。はい、ケバブっぽいものが売られてたんでね、ここで一つ買っていきます。8ラリでこれ買いましたね。ずっしり結構ボリューミーですね。肉もかなり入ってるんで、いいと思います。はい、じゃあいただきます。うめ、生地はね、かなり弾力あっていいですね。結構野菜たっぷりなんで、あっさり食えるし、ソースはピリ辛マヨソースみたいな感じですね。あとシーザーっぽいのも入ってますね。美味しいです。はい、なんか有名らしいね、串屋さんに来たんで、これちょっと飯食っていきたいと思います。はい。ガマルジョバ。おお。Very good, Frank. Very good. あなたらいつやなマツマグラム。Come, come, come on. Where are you from? Japan, really.いい感じの店だね。いい感じの店だね。このケバブのパターンか、じゃバーベキューのパターン。2つあるらしいです。はい、カバブ2本とバーベキュー串2本頼みました。10分から15分かかるらしいですね。ちょっと待ちます。はい、バーベキューのやつがまず来ました。普通に焼いた肉ですね、骨付きの。美味しそう。あと付け合わせでね、パンも来ました。あと謎のソースもあったんで、これを、ちょっとノロノロと
かけて食べてみたいと思います。多分辛いやつでしょうね。はい、じゃあいただきます。うん、まあ、シンプルに炭火で焼いた豚肉って感じですね。うん、このバーベキュー串の肉は結構カチカチですね。はい、お次はね、こちらのケバブですね。ケバブ串もうちょっと食べてみたいと思います。はい、いただきます。うん、味なんですけどね、結構カレーっぽい感じの味がしますね。はい、ケバブ串とバーベキューそれぞれ1本ずつ10ラリー、あとパンと、ね、コーラ2つ合わせて、10ラリー、合計50ラリーでしたね。2500円なんで、まあ、ボラれたか普通に無駄に高いかのどっちかです。はい、ジョージアの、ね、平均月収が6万ぐらいなので多分ボラれたと思いますね。こんな感じです。まあ、ぼったくるような国じゃねえだろうと油断してたんですけど、ちゃんとね、店に入る前、そしてメニュー頼む前はですね、値段確認しておくことをお勧めします。はい、日本人がね、ブログで紹介してた店だったんで、油断してたんですけど、まあ、そこであってもね、ちゃんと値段確認しないとあーダメだっていう教訓ができましたね。はい、はい、これから地下鉄乗ります。はい、このバスカードでね、普通に行けるっぽいんでやっています。あ、行けますね。電車もそうなんですけど、地下鉄の駅も暗いですね。はい、というわけで今からですね、なんかロープウェイがあるっぽいんで、ロープウェイ乗ってみたいと思います。ジョージアのね、面白いところはね、このパンチングマシンがね、至るところっていうかポツポツ結構ありますね。これはアルバニアでもそうでしたね。はい、ぼったくられた服をね、ここで晴らしたいと思います。はい、じゃあロープウェイ乗ってみます。ロープウェイでもね、この IC カードバスカードですね、使えるみたいなので、やってみます。よいしょ。首都の街ですけど、高層ビルっぽいのはほとんどないですね。布団引いてはんの。本当だ。はい、おはようございます。今からね、ちょっと宿移動します。宿変えますね。はい、到着しました。到着しました。なんとかジェイルホステルですね。はい、ここがね、1泊25ラリーの宿ですね。まずバルコニー、で中に入っていくと、まあ、まずキッチンですね、キッチンがあります。キッチンではまあ自由に自炊ができますよと。でここにあるね、お茶とか、あ、なんだろう、紅茶とかは自由に飲んでいらっしゃいです。はい、で右手に行くと、まあ、なんですかね、コワーキングスペース。そして左手にあるのが皿ですね。サラダフォーク、コップ類、そしてこちらが刑務所を催したですね、まあ、わざわざ刑務所に泊まるかっていう、話なんですけど、刑務所を催したホテルですね。うん、で私の部屋がこの檻の中です。はい、この右下の部分が私のベッドですね。はい、比較的に、マットレスふかふかだったんで非常に寝心地のいい刑務所だと思います。でロッカーとか鍵とかついてますね。うん、あとこちらはですね、タオルとかもあるんで非常に快適に過ごせました。はい、現在ね、時刻は午後4時ですね。ちょっとまあ夜に食べるものをスーパーかなんかで探しつつ、面白いものあるかプラプラ歩いてみたいと思います。ワインの発祥地がね、ジョージアとかなんとからしいんでね、ワインもちょっと飲んでみたいと思いますね。はい、このミディアンバザールってところに、行ってみたいと思います。
基本的にワインとそのつまみ系が売られてるみたいですね。はい、メディアンバザール一瞬で、終わりましたね。はい、今泊まってる宿付近はかなりね、観光地に近いんでナイトクラブとかもありますね。ここら辺はレストランとか結構多いですね。普通のなんだろうな、観光地じゃないとなんだろう、軽く気軽に入れる飲食店というかレストランとかあんまないんですけど。はい、ジョージアっぽい食べ物をね、ここのレストランで、食べてみたいと思います。はい、注文したものはこのチキンチャカホーフブリ、チキンフィレット、パプリカ、トマト、オニオン、ハーブ、ジョージアンスパイスのやつですね。これとなんか謎のやつね、チキンフィレット、オニオン、ガーリック、ビネガー、エッグ、これを注文しました。2つですね。はい、来ました。まずはこの白っぽいやつから飲んでいますね。チキンとなんかディルが入ってますね、あとチーズっぽい、匂いもします。はい、じゃあいただきます。結構酸味のあるスープですね。酸味、酸味と鶏だしと、まあ、ちょっとしたハーブの香りっていう感じの、まあ、優しい感じのあれですね。はい、まさに今なんですけどね、ちょっとお腹壊したりとかね、体調崩した時に飲みたくなるような優しい感じの味です。あとはね、ニンニクも結構効いてますね、これ。お次はね、こちらのトマトソースのスープを飲んでみようと思います。パセリがかかってますね。パセリとチキンと、あとは、なんだろう、オニオン、玉ねぎですね。とかいろいろ入ってます。食ってみます。はい、じゃあいただきます。まあ、見たまんまのスープですね。まあなんだろう、もうほぼトマトと野菜の風味と、ちょっとしたハーブの香りとトマトとチキンっていう見たまんまです。まあ、ジョージアフードっていうよりもなんか昔普通に食ったことあるような、感じの味です。はい。まあ、セロリというかね、パクチーっぽい風味も若干入ってますね。はい、じゃあここね、スーパーでね、安いちょっとワイン買ってみたいと思います。はい、ここがワインコーナーですね。価格帯は大体10から20ぐらいの、20ラリぐらいかな、ワインで売られてます。多分一番安いのがこの 6.99 ラリの白ワインなんですけど、今回僕はちょっと赤ワイン、まあ、どっちにしろワインがそんな好きでもないんですけど、赤ワインをちょっと飲んでみようと思います。じゃあこれをちょっと買っています。 13.95 ですね。赤ワインね、最安値はこれじゃなくて、この 12.95 のだったんで、これを買っています。はい、ここ3日ほどね、腹の調子が非常に悪いので、これ下痢止め買っていきます。漢方っぽい匂いがするんで、漢方文化がね、ブルジアにあるっぽいですね。はい、18ラリで買いました。まあ、1回あたり2升っぽいですね、多分。はい、それではですね、安酒と、安ソーセージを食べたいと思います。はい、じゃあルネサンス、うまいな、かなりね、甘口で、フルーティーな感じなので、あんま辛口ちょっと苦手な私にとってはね、非常に、飲みやすくて、いい感じのワインです。まあ、シャングリアほどではないんですけど、それぐらい、甘口で、美味しいですね。はい、ジョージア最終日です。今日もね、飯食って、行きたいと思います。はい、同じ宿で出会ったマサトさんです。はい飯食い行きます。はい、また昨日と同じ店ですね。このシュクメルリもね、なんかジョージアの代表的な料理らしいんで、ちょっと頼んでみます。あとは何個か頼んでみようと思います。はい、今回は外じゃなくて中でちょっと食事を取ります。はい、はい、このブレッドとなんかムチャリっていう、コーンでできた、ね、パンを注文しました。それぞれ、3ラリずつですね。はい、これがシュクメルリですね。チキンと牛乳とガーリックの煮込みですね。これ30ラリ
で、これチャカプリって呼ばれる謎の、うん、緑色スープですね、これが22ラリです。はい、はい、じゃあこれ食ってみます。はい、いただきます。だいぶニンニクの匂い強いですね。いただきます。ニンニク同一クリーミーなニンニク、うん、スープですね。想像の4倍ぐらいだいぶニンニク強いですねこれ、うん、牛乳風味とかあんま感じですね。ニンニクがほぼメインですね、まあ、ミルク煮込みですけどほぼニンニクみたいな感じですね。まあ、風邪ひいた時とかに良さそうですね、うん、ほぼ、うん、まあ、ニンニクの印象がすごい。結構やっぱニンニクすごいよあ、でも結構好きかもハマったかも。ハマりますやっぱ味強いですよね、うん、強い、強いです。はい、次このチャカプリを食べてみます。これは何だろう、牛肉かな、牛肉っぽい肉が入ってますね。これ何の匂いだろうな、なんか匂ったことある匂いなんですけど、いただきます。ハーブ臭強め、うん、草スープですね、うん、なんかそこら辺の草取ってちょっと牛肉と煮込んで作りましたって感じのスープです。うん、本当なんかすごい癖のある草が入ってますね。縄文人が作ってくれましたって感じのごちそうです。こんなに草スープっていうのったら、いただきます。あっけ、確かに草食ってるしかない何なんすかねこれ。パクチー結構効いてますね。パクチーとかネギかな、パクチー、ネギとあとなんかハーブっぽいやつですね。これじゃあ全部どうぞ。はい、じゃあ今からカザフスタン行きます。はい、はい、空港までタクシーで行きますね、片道、30ラリぐらいです。はい、空港に着きましたね、インターナショナル空港。はい、23時20分発の飛行機になります。はい、ジョージアの、ね、感想を言っておきます、まあ、ジョージアの感想なんですけど、何ですかね、比較的排他的な人が多かった印象ですね。まあ、比較的といっても、まあ、なんだろう、ね、まあ、今までずっとジョージア1週間いて、でまあ、数百人、まあ、数千人もいたのかな、あ、いた中の、まあ、数人とかなんですけど、うん、なんかこうこっち見てゴニョゴニョゴニョとか言ってる人とか、あ、なんか、まあ一回だけなんですけど、チャイナみたいな、なんかおばさん同士で言ってる人たちが、まあチャイナは別に他の国でも言われるんですけど、なんかチャイナだみたいな感じで、言ってる人たちがいたので、まあ結構なんか、あんまりいい思い出ではなかったかなっていう感じですね。まあそれぐらい、ですね。うん。あと何ですかね、あと、なんだろうな、まあ個人的に印象的だったのが、まあ食堂にしても、なんか中流、下流が行くような、食堂っていうのがほとんどなくて、まあ、下流が行く、中流、下流中流が行くにしても、食べるにしても、まあ、ほぼパンしかない、パン屋で飯を食うか、あとは高級レストランしかない、なんか中流なんで、まあ、ミドルの、ミドルの飲食店が、ミドル層、下からミドル層の、飲食店があまりなかったっていうのが印象的、かつ、あんまりその飲食店があまりコスパ良くなかったっていう。のが印象的でしたね、うん、なので、まあ、他の人たちがなんかこのジョージアめっちゃ進めてる人たちが、ああいうようにめっちゃジョージアいいよみたいな、あのっていう人たちの、まあ、感想に対しては、うん、そうかっていうのが、まあ、個人的な感想ですね、はい、まあ、ただね、まあ、実際見てみないと、そして自分で感じてみないと分かんないんで、まあ、実際ジョージアそうなんだっていうふうに思うんじゃなくて、ちょっとなんだろう、あ、こういう感想もあるんだなっていう、まあ、一つの感想として、取ってもらえればなと思います。あとね、まあ、グルジア料理美味しいよって、いうふうにも、グルジア料理美味しいですよねっていうふうに、まあ、なんかちょっと時々リプとリプでもらったんですけど、まあ、それもですね、まあ、別にまずくはないけど、そんな勧めるほどうまいかみたいな、まあ、中華料理とかだったら大体どれもなんか味強くて、まあ、うまいっていうふうになるんですけど、優しい感じの味、なんで、まあ、美味しいですよね、うん、美味しいみたいな感じのテンションで食うものではないかなっていう、はい、印象ですね。
はい、まあ、ただね、なんだろうな、途中で入った塩パン屋、なんか大衆の人たちが行くような、パン屋、なんか中身見せてもらったパンですね。あのパン屋は非常に美味しかったんで、あそこはおすすめですね。あそこはなんだろう、本当期待値以上というか、確かにあのパン美味しいですよね。うん、美味しいっていう風になるパン屋なんでね、まあジョージアの、トリビシですね、行ったらちょっと行ってみてください。はい、そんな感じですね。なのでまあジョージア、めっちゃいいよっていう感じではなかったっていうのが、はい、個人的なまとめ、ですね。まあ、ある程度その、まあ、その期待値若干上げられたというか、上げていったので、あれだったんですけど、まあ別に悪くも良くもっていう感じですかね。はい。そんな感じです。はい。あとはですね、私の今月の動画はですね、こちらの方々によってですね、私がちゃんとその、なんだろうな、動画発信できるように、スポンサーしてもらってますんで、ありがとうございます。はい。で、あとはね、もう一つは、私が、時々着てるオロス T シャツ。これは、まあ、別なんですけど、オロスって書道体で、まあ、なんだろうな、書道の文字で書かれている、T シャツ着てるんですけれども、その T シャツをですね、こちらの方がですね、書いていただきました。で、こちらの方は、私と同じく海外での発信を始めるとのことだったので、海外、気になる方は、こちらの、方のですね、動画を、まあ、概要欄のリンクに貼っておくんで、見てもらったらと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回は以上で終わりたいと思います。もしなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録、そして、こちらの書籍ですね、20代でセミタイヤという籍を買っていただけたらと思います。まあ、その、なんだろうな、私みたいにって言うと、職場マンかもしれないですけど、まあ、なるべく自由に行きたいとか、あとはですね、別にセミテラするつもりはないけど、まあ、より幸福に行きたいなっていう、そして若干それを見つめ直したいなっていう方は、まあ、どうすればいいのかというのを、こちらの書籍で紹介してますんで、よかったら見てみてください。はい。まあ、一応私、選択肢を増やすというテーマに、生き方の選択肢を増やすということをテーマにですね、今、その、いろんな国行って、過ごしやすい場所を探して、あとはその、収入源とかもね、まあ、ほぼ結構毎年変わってるかな、メインが。変わったりして、なるべく自分なりの行きやすい方法を探してるんで、まあ、そういったものをどうしていくとかっていうことを書籍で書いてるんで、ぜひ書籍行ってもらったなと思います。はい。で、今後の展開としては、今、キルギスにいるんですけど、キルギスの次はウズベクスタン。ウズベクスタンの次は、まあ、インド3週間ぐらい、まあ、ちょっとなんか3カ所、4カ所ぐらい行って、で、そこの後はネパールとバングラデシュ、その後東南アジア。を一通り行って、まあ、日本にまた1、2ヶ月戻って、そこからまたアフリカに行こうかなと思ってます。うん、まあ、なるべくですね、楽しいことを後回しにして、その間に、まあ、死んでしまわないように、なるべくですね、私の生き方としては、ちゃんと生きるために、今を生きるっていうことをテーマにですね、今を生きつつも、まあ、将来の、なんだろうな、備えもしていくっていう、まあ、両方ちゃんとやっていくっていうことをテーマに、生きてます。うん、まあ、なるべくね、楽しく生きていたいなと、なるべく、人とは違ったというか、自分が面白いと思うことをちゃんと今ちゃんとやっていきたいなと思ってますんで、まあ、そんな方はですね、応援の意味も込めてね、チャンネル登録していただけたらと思います。はい、というわけで今回は以上です。おろす猫ちゃん。